好き競技の虎の穴チャンネル公式 LINE を開設いたしました。プレゼント企画や視聴者イベントもやっているので概要欄からぜひご登録ください。マウンドで最後のバッター三振取ってベンチバット見たら監督とピッチングしかいないの。もうしんどいわって、もうやめましてくださいよ。そしたらダメージはクビにして違う監督でやるから1年だけ我慢せって言われて、我慢してダメなのか、たま我慢してな、そうなの。というか、それを先週にやるやつ。いや、そうだったな。俺でも球団と仲良かったんだよ。先週に1年でやるらしさって考えられないんだよ。いや、それもうとにかく俺やる気ないから、キャンプの前の自主トレ、あんなもん出ませんよ。ああ、もうええ、出んでええから。キャンプの1日前の日に帰ってきて、キャンプの日に来てくれたらええから。あ、合同自主トレはもういい、もういいよ、もうそんなんみんなでやらんでいいから。で、100万円やるからこれでやるハワイでも家族で行ってくれって言われて、で、俺家族連れてハワイ行ったんですよ。その100万円は何の意味の100万なの。いや、俺ね、おとなしく1年いてくれってよ。100万円も年俸上がらん時代だからさ、7年目ぐらいに1000万になった。これ毎年実証してる。よく意味がわからない。意味わからない。だから俺らが今の年俸とかぐちぐち言うのは仕方ないんだよ。今の選手我慢してくれ、それは。あまりにもひどいから。そりゃそうだね。タイトルとってね、1000万上がらないんだからさ。そうなんだ。ほんで、ハワイ行ってさ。ほんで、前の日に帰ってきて、アメリカキャンプだから。あ、アリゾナね。はいはいはい。アリゾナ行って、で、最後に嫌がらせするだろうなと思ったら、あんまり嫌がらせが始まって、藤谷さんってピッチングコーチと2人で。中西監督と、ほんで話しないんだ全然。ほんで一応ピッチャーの登板を言うじゃん、スケジュール、大丈夫ね。これだけは覚えてんだけどね、俺なかなか言わないから、最後の最後の日にあんまり俺に登板言わないから、ピッチャーでミーティングの時に藤谷さんに、ちょっと俺いつ投げるの、あ忘れてたって。いや、その一言よ。まあその試合投げたの3回で、投げて今打たれなかったんだけどね。それでキャンプが終わって帰ってオープン戦やっても先発やるともリリーフやるとも言わないんだよ、ずーっと。ほんで開幕の直前の3日ほどにオープン戦やったらみんなピッチャーボロボロだった、しょうがないから俺にやっぱり先発してくれるかっていきなり言ってきて、それで一月もせんうちに、いや、やっぱりリリーフやってくれ、もういい加減なんだよ、俺打てないわさ、勝てないわ。あの時ね、札幌かなんかで、ね、修理先発って言うんだけど、俺5回まで0点だった。6回さ、マウンドに行こうと思ったら、藤谷さんが、あ、もういいからいいから、若いの育てるからって言ったら、もうそんなもう、消えるに決まってるじゃん。ほんで、もう荷物まとめて、さっさ球場から帰ってさ、もうこいつらどこまで嫌がらせするのかなと、俺に。そういうのがずっとあって、まあ、たまったね。うん、それだと、首がちょっと痛いから、ちょっと1日2日休みますわって言ったら、もうそのままちょっと休んでくれって言われて、ところは、ボロボロで帰ってきたわけ。チームがね。それで、ピッチャーがいなくて、帰ってきた甲子園の2日目に、俺に急に先発してくれ、前に。急にが多いですね。急にが多いんだよ。考えてないから。むちゃくちゃだから。それはむちゃくちゃだよね。うん、僕らだから指導者もやってるけど、2ヶ月先まで全部ローテーション組んで言い渡してますからね。だから俺は100万円で我慢してたわけで。当時100万円で僕は。それで俺その時に我慢してたんだけど、まあその日また絶好調だったんだよ。その2戦目のヤクルト戦が。で、間違いになんかね、1点差に追い上げられた。2点か3点取られた。で、ツーアウトになって、ランナーが2塁にいて、8番の水谷が出てきたところからいなくなっちゃうんだよ、ベンチが。パッと見たら誰もいない。考えられないから、普通。リリーフ出すか、ピッチャー交代するか、勝負するか、歩かせるか。その場面に何の指示もない。掛布とか前見とかマウンド来て、ちょっとどうするんですかね。そんなベンチどうすんだよ、ベンチ。どうすんだよって見たらいないんですよ。それまで我慢してたけど、俺もさ、さすがにやっぱり、これあかんでって、いくらなんだよ。しょうがないな、俺も我慢して。中腰でちょっと一球様子見よう。中腰なんだ。ライトの佐野はさ、敬遠と思ってるわけ。敬遠と思ってるから、こうやって守備守っているわけよ。俺が1球投げるときに、俺も外すから外そうから、外しきれなかったんで、ゴーンと飛びついて打たれたよ。そしたら、佐野の前に来て、またこれ、運が悪いことで、グラブに当たって、弾いちゃった、うん、あれ、取ってたらまた終わってたんだよ、そこで。運命はそこの差なんだよ。その時に、ベンチが、もう勝負せとか、もう歩かせとか、かかれとか言うなら、よかったんだけど、うん、そのいないことがね、今までのあれが全部まあ我慢してたところが積み重なってね、俺はかわいそうだろ俺。
それはまあ試合だけの話じゃないじゃないですよね。絶対さ、1試合だけのベンチが青やからって言わないですもんね。その前ね、言わなかったけどね、キャンプでね、特段始めたんだよ、バッティングコーチ。ピッチャー練習のところ、はいはい、ピッチャーがランニングしたりなんかしてるところでね、危ないやん、あっちからパンパン打ってくるわけ、何をやったのかな。それで最後にね、誰かに当たったんだよ、とうとう、はいはい、で俺もプチッと切れてさ、やめさせた。やめたんだけど、なんか腹の虫が収まらなくてさ、それでとっさんの部屋に行ってさ、バーッと歩いて、やめたわーって。でまた頭きたから、もうちょっとタバコとライターがさ邪魔だったから、バーッと投げつけたの。やせやんのー、何も言えない。それがずっとやっぱ根にもついたね、ああいうの。いや俺も反省したら、そう悪いのせやなと思ったけど、俺は一応リーダーなんですよ。もう言ったんだよ、俺やるなんですよ。なんで特段するんだよって、わざわざピッチャーのグラウンドで。だからあれもね、なんかね、ああいうこともずっと積み重なってたわ。ピッチャーもあまり思ってないんだ。そういうのは別に恨みもなんとも思ってない。そういう出来事があったっていう話だから。そういうことが積み重なってる、うん、そうそうそう、ね、ベンチいない指示もないっていう、その1試合だけやったらまだ我慢できるんだけども、そんなことしないよ、だって普通そんな程度のことない。それで8月26日だったら忘れもしないよ。で翌日球団行って大食いさんと岡崎さんに説明して、ああ騒がんかなとかって言ってるわけ、調子だけどな、こんだけ騒がしたらね、処分ちょっとせなあかんしな、そういうけどな、10日ほど禁止してくれるかっていう、その瞬間に、あ、もういいですいいです、ここでやめましょうよ。もうあんたらも俺に処分出すの嫌でしょ、気分悪いし。で、ピッチャーで10日休んだらね、大体30日かかりますよ、投げるの。シーズンが終わるということは、今年はもうお前クビって言ってるのと一緒なんですよって、10日休めって。説明したよ。ほんで、だからその前に俺がもうやめますから、もう真っ青なんだよ。そんなこと言うな、やってくれ、やってくれ。いやいや、もういいですよ、切れてますよ。で、あの早く引退届の紙持ってきて、で、これサインして、まあまあ、紙切れ1枚ですわね。紙切れ1枚、これサインして、よそ行かれたりだからね、契約上は引退届、自由契約じゃない。まあいいですよ、よそ行きないから、やる気もないしね、だ失礼しました。これだから、あれ以来、阪神に41年、ロッカールームに1回も入ってね、ロッカールーム入ってない、入ってない。高知商業のところで野球が盛んなとこでしょって聞かれるけど、一番盛んじゃないやん。一番盛んじゃない。高知で。あの、俺、配車してるとかやるじゃん。もう遊んでんだよ、後ろで。なんで遊ぶかって言ったらね、いらんないらんねん。で、ショートゴロ打つじゃない。